こんにちは。これより横尾さんのパレット展をご案内いたします。横尾忠則現代美術館の平林と申します。グラフィックデザイナーとして活躍していた横尾さんが画家に転向してから40年が経ちます。その間、横尾さんは実験精神を忘れず、さまざまなテーマや手法に取り組みます。そのためか、横尾さんの作品には一つのスタイルというものがなく、まさにカオスとも言うべき横尾ワールドというものが立ち上がっていきます。私たちの美術館は今年10周年を迎えて、開館以来29本もの展覧会を開催しています。今回の展覧会は、横尾作品をテーマや様式から解放して色だけで分類しようという企画です。縛りから自由になった横尾作品は、よりエネルギーを増幅させ輝いているように見えます。それではこれからご案内いたします。この作品は、横尾さんのイメージカラーともいえる赤と青で画面が2つに分かれています。モチーフになっているのは、1960年代に描き始めた横尾さんにとって初めての絵画シリーズ、ピンクガールです。この作品を見た時から、この展覧会の看板娘になってもらおうと思っていました。横尾さんといえば赤というイメージが強いと思います。それはおそらく1996年から始まった赤い絵のシリーズに由来するものと思われます。1996年といえば、横尾さんが60歳の年、還暦にあたるわけですけれども、赤ちゃんに帰るという意味があったのか、横尾さんは赤い夜空から赤ちゃんが生まれてくる場面の絵を描きました。今回、赤のエリアに展示している作品の多くが赤い夜空が描かれています。これが赤の時代といわれるシリーズの特徴です。この赤の夜空というのは、横尾さんが子供時代、空襲で赤く染まる空を見たと、その記憶によっています。そしてこちらの2つの叫びという作品なんですけれども、2つの叫びの2つがですね、その1つがこちらの人物、これは横尾さんの自画像です。そしてもう1つの叫びなんですが、よく見ると星だと思っていた黄色い点が、実は猫の目だということに気がつきます。これは横尾さんがこの当時飼っていた飼い猫を描いています。空襲の記憶という不穏な空気が漂う赤い絵なんですけれども、それでもどこか神秘的な美しさというのが同時に存在する、そんな横尾さんの代表的なシリーズになっています。赤にもいろんな赤があります。ただ横尾さんの使う赤というのは、どの時代を見ても不穏なイメージの漂う血のような赤です。生命と死を象徴する血の色というのが、横尾さんがずっと描き続けているテーマとも結びつくのではないかと思います。緑の作品には、木や森といった自然の風景を素直に描いたものが多いように思います。そして、子どもの頃に夢中になったターザン映画や冒険小説の舞台など、子ども時代にタイムトリップしたような、そんな絵画が多いようです。こちらの作品は、海外で3人のモデルを使って森でポーズを取ってもらって描いた作品です。こちらの作品は2019年に当館で公開制作された作品です。緑で埋められた画面の中で、左の方に黄色い光がちらりと見えるのがとても印象的な作品です。仮タイトルで元凶の森というふうに付けられているんですけれども、この元凶の森というのは、最近横尾さんが出版された小説のタイトルです。この小説では、横尾さんがもう今この世にはいない芸術家たちと元凶の森で芸術論を戦わせる、そういった内容になっています。そして実際、元凶の森の舞台になっているのが、横尾さんのアトリエからすぐ近くにある森なのですけれども、
横尾さんのアトリエが黄色い建物で、なんとなく森の中にあるアトリエを連想させるような、そんな絵画です。パレット展の構成のために緑の作品を探していたところ、緑の中に黄色が乗り入れているものが非常に多いということに気がつきました。そしてその中でこちらの寒山実徳その3という作品が緑と黄色で真っ二つに背景が分断されているのを見て、この展覧会の会場構成が決まりました。この寒山実徳シリーズは2019年から描き始められています。こちらの作品では黄色い方に寒山、緑の方に実徳が描かれています。従来寒山は巻物を手に持ち、実徳はほうきを手に持つというような描かれ方をしているんですけれども、横尾さんの方式では寒山の巻物はトイレットペーパーに変わり、実徳のほうきは掃除機に変わっています。詳しくは当館の YouTube 動画の中に寒山実徳への道という展覧会をご紹介したものがありますので、そちらもぜひご覧ください。先ほど入り口にあったカミソリさんという作品、赤と青で塗り分けられていましたが、こちらが横尾さんの一番古い絵画シリーズピンクガール、そしてこの黄色と緑で塗り分けられた寒山実徳のシリーズが最新の絵画シリーズ、これがこの展覧会の2つの象徴的な位置にあるということも非常に面白い偶然だなと思っています。横尾さんの作品の中では黄色をメインに使った作品というのが非常に少なかったんですね。それが2019年の寒山実徳シリーズ以降、黄色あと金色がよく使われるようになっています。闇を描いてきた横尾さんにとって、確かに黄色という色は非常に使いにくい存在だったのかもしれません。寒山実徳シリーズでは闇の向こうに光を感じさせるような黄色や金色を多く用いた作品が多く描かれています。おそらく赤の次に横尾さんをイメージするカラーといえば青だと思います。それはグラフィックデザイナー時代に赤や青を多く使っていたということと、画家転向後は滝とか宇宙をよく描いていたということと関係があるのかもしれません。ただ今回探してみると思った以上に青の絵は少なかったんですね。空とか海といった実際に青いものを横尾さんはあまり青で描かれていないんですね。逆に青を使った作品というのはどことなく浮遊感があって、この世ではないどこかを感じさせるものが多いような気がします。例えばこちら夢日記、この夢日記という作品は1979年に出版された私の夢日記という横尾さんの本の挿絵の原画です。横尾さんが見た夢の一場面が描かれています。本の中では夢を見た日付と情景がタイトルになっています。例えばこちらの右上の作品なんですけれども、1971年2月高速道路と2人の俳優となっていて、真夜中の渋谷で高倉健さんと鶴田浩二さんと目に見えない誰かが話をしている風景なのだそうです。そしてこちらの帽子を描いたように見える作品なんですけれども、これは1975年11月10日 UFO と船長と書いてありまして、故郷の家の庭先に麦わら帽子型の UFO が降りてきたと書いてあって、帽子ではなくて麦わら帽子型の UFO ということがわかります。青の作品というのは濃淡の幅が非常に広いんですけれども、こちらの壁では一番黒に近い青と一番白に近い青を並べてみました。どちらも Y 字路を描いた作品です。こちらのアストラルタウンという作品なんですが、青は使われているんですけれども、ほとんど黒のようにも見えます。実はこの作品が
この後ご覧いただく黒い Y 字路シリーズのきっかけともなった作品です。こちらの作品は白い朝というタイトルがついていまして、これも黒い Y 字路と大きく関わりがある作品です。というのは黒い Y 字路シリーズの最後の作品の元になった写真をネガポジ反転させたものを元に描いたものなんですね。ですので黒い Y 字路の最後がこの一番明るい白い朝という作品につながっているということになります。赤、青、緑、黄色と鮮やかな世界をご案内した後は黒い世界へご案内します。こちら後ろ黒い壁のように見えるんですけれども、黒い Y 字路という作品が並んでいます。 Y 字路が誕生してから11年後に生まれた作品です。 Y 字路というのはそもそも人気のない夜の暗い闇を描いたものだったんですけれども、その後いろんなテーマや様式を取り入れてどんどん実験の場のようになっていきます。それが11年後には突然闇に立ち返るわけです。今回は描かれた順番で並んでいます。目を凝らしてよく見ると黒い Y 字路の中でも徐々に変化が起こってくるのが分かります。果物や食器が現れて生物画のように見えたり、屋外のはずなのに照明器具が描かれていて外と中の区別がつかなくなったり、そのような遊び心を読み取っていただけると面白いと思います。向かいの壁はモノクロームの世界です。横尾さんの作品の中では珍しい黒と白を中心に描かれた作品を並べてみました。黒と白だけで描かれているのにこのバリエーション、そしてイメージの豊かさを楽しんでいただけるのではないかと思います。黒い Y 字路の隙間から見えるのはこのシリーズの中でも最もカラフルな Y 字路たちです。このエリアでは今までに見てきたいろんな色が集合します。まさにパレットを思わせるような色鮮やかな作品が各年代から集められています。こちらの作品は2021年の作品なんですけれども、カラフルでおおらかなタッチの作品です。そしてこちらの作品、打って変わってわずかな色を使って画面を分断した全く別の作家の作品のように見えるんですけれども、実は2021年に対して66年前の作品なんです。高校生の時に描いた作品を並べて展示しています。こちらの作品、隣と比べるとちょっとスタイルの違う抽象画のように見えるんですけれども、よく見ると使い捨てのペーパーパレットなんですね。ここの部屋では横尾さんのパレットのタイトル通りようやく本物のパレットが登場します。横尾さんは制作の時に使い捨てのパレットをよく使うんですけれども、それらが作品の中に登場したり書籍の原稿になったりすることがあります。例えばこちらは2022年に発行された写真集男の詩の想定構成を横尾さんがやっています。その中でパレットをそのまま原稿として使っているんですね。と思えば振り返るとその約50年前にすでに同じことを、プレイボーイという週刊誌の中の、連載コーナーでやっていたということが分かります。さらにパレットを絵の中にコラージュすることもあります。この作品は1994年に描かれてから放置されていた作品に2013年になってから上書きされています。その時に、パレットがこうコラージュされています。ここに2013年1月6日というふうに日付も入っていて、メランコリーという作品を作った時のパレットだということも分かります。横尾さんは油絵の具を使う時には市販のペーパーパレット、アクリル絵の具を使う時にはこちらのように普通の紙皿を使われるそうです。そして
使い終わったものは通常だったらゴミとして捨てられてしまうんですけれども、アトリエの中に積み重ねられて置かれているんですね。それをたまたまアトリエにいらっしゃったゲストの方がお土産に持ち帰りたいというその一言から、では額装して作品化してみようということを思いついたのだそうです。こちらでは実際に使われたパレットをアクリルの額に入れて作品として飾っています。捨てられるはずのパレットが額装されることで作品になるという価値の転換ということを作品化したとも言えるかもしれません。先ほどは使い捨てのパレットだったんですけれども、こちらでは木製のパレットが何とも仰々しい金の額縁で額装されています。ちょっと笑ってしまうような仰々しさなんですけれども、これも横尾さんのユーモアなのではないかなというふうに感じられます。そして絵の具や筆も合わせて展示をしています。こちらの絵の具は変色してしまっているものも多くて、かなり時間が経っていると思われます。これらは10年前に横尾さんのアトリエの地下から当館に運ばれてきたものなんですけれども、その時すでに段ボールに詰められていたので、現在の横尾さんのアトリエが完成した時、1986年に完成したそのアトリエに運び込まれてそのままだったのではないかというふうに推測しています。こちらの小さな部屋なんですが、先ほど見てきたモノクロームとカラフルな世界を2枚の作品で凝縮して見ることができます。どちらも横尾さんの自画像です。画家転向後、横尾さんが刺激を受けたというニューペインティングの影響が見られる作品です。かなり荒々しいタッチで、絵の具が何層にも塗り重ねられて、その盛り上がりを見るとパレットのようにも見えてきます。今回のこの企画は、軽い気持ちで横尾さんの作品を色で分けてみたら面白いんじゃないかと始めた遊びでした。それが図面に落としてみたら、これは展覧会として見応えがあるんじゃないか、この風景を見てみたいなというふうに自分で思い始めて、ダメを承知で横尾さんに、全くコンセプトも何もない展覧会なんですけど、やってみたら面白そうだと思うんですというふうに直談判をしたら、いや、そういう遊び心が大事なんだよというふうに思いのほか喜んでくれまして、こんな遊びのような展覧会が開催できることになりました。当館が開館してから今年10年になるんですけれども、どこを切っても横尾さん、でもその切り口がいくらでも出てくるという、その横尾さんの奥深さを見る思いで、それでも今度は何をしようかといつも苦労して作ってきたんですけれども、それを毎回楽しみに見に来てくれるお客さんの遊び心もあって、横尾さんと美術館との信頼関係が築き上げられてきて、その成果があってこのような展覧会が開催できたんじゃないかなと思っています。そして私自身としても、色の壁が立ち上がってきた時に、それだけで大変スペクタクルな空間になっていて、この壁に横尾さんの作品負けてしまわないかなというふうに少しだけ心配をしたんですけれども、全くの杞憂でした。その色の壁があって作品がさらに輝きを増すというか、パワーが全開になるような不思議なエネルギーを感じていて、横尾さんの色というのはすごくパワーのあるものなんだなというのを改めて感じたところです。